はい、皆さんこんにちは、マンダリグリッチです。では今回はコンパスヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。各ヒーローたち各々レベルアップしようという中で、前回はアムロがガンダムからニューガンダムに乗り換えています。今回はダンの話になりそうですね。では早速続きをプレイしていきましょう。ウルトラマンキングがどこにいるか、そんなの知ってる人なんかいないと思いますよ。まあ、ウルトラマンキングにあってレベルアップ、まあ、パワーアップを図ろうという話ですね。わしは子供の頃一度だけキング様を見たことがある。これウルトラマンキングのことですかね。魔王を倒したあのお方は悲しい目をしておった。どこにいるんだろう。ちょっと捜索を続けます。そういえば町外れのオンボロビルにウルトラマンキングの調査をしている怪しげな事務所があったと思います。そこ行ってみましょう。スケキヨがいますね。これはこれは、はじめまして。私はウルトラマンキングを探す会の会長を務めております。キングを探す会、キングを探しています、ということですね。ウルトラマンキングの存在自体を疑い始めたんだな。嘆かわしいことです。今の若い人たちの多くは信じていませんが、彼は実在します。あの悲しげな目は二度と忘れられ。ウルトラマンキングってそんな悲しげな目をしてたかな、そんなエピソードもあったか、ちょっと記憶にないですけどね。町の老人の話が印象的だったので、つい自分のことのように、さっき病院の前で老人の話聞いたときにそんなこと言ってましたね。私が今まで調査した結果によると、ウルトラマンキングは高いところが好きなようです。まるでなんとかみたいだな。そうですね、高いところが好き。いえ、決してそういう意味ではありません。つまり地上というのは俗物が多く、精神的な修行には向かないということですね。さらにそういうところには怪獣が多くて常に危険が伴います。24時間気を抜けない環境なんです。で、その場所は光の国ベムレストさん。ここに行かなきゃいけないのかな。人がめったにないところ、あそこにキングがいるってことかな。さあ、じゃあこの会長さん、ウルトラマンキングを探す会の会長さんから情報を仕入れたので、さらにキングの行方を探していきましょう。ベムレスト山、おやめなさい。あの山はすっかり荒れ果てて、今では怪獣たちの住処になっている。まあ、ここにキングがいるんじゃないかという話、さっきのスケキヨはしてましたよね。ここに行くことになりそうだな。東隊員が暴漢に襲われた。今町の病院に運ばれたそう。では病院に行ってみましょう。今のところあらゆる人の話を聞いているんですけど、全く手がかりがないですね。ウルトラマンキングの行方に関して、町の病院、あ、誰かいるな。コウタロウ、セブン兄さん、あ、なんてことだ、幻覚が見えるなんて、相当重症、このまま死んでしまうんだ。声まで聞こえる、懐かしいな、兄さん今頃どうしてるんだろうか。コウタロウがいましたね。兄さんこそわざわざ僕の見舞いに駆けつけてくれたんですか。違う、キングを探しているんだ。キングを、ウルトラマンキングに会ってパワーアップしたい、まあ、これがね、当面の目標になりますからね。ではこのままこの太郎を仲間に入れてキングを探すっていう感じになりそうですね。では怪獣がうろついているベムレスト山に行ってみましょう。これでウルトラマン太郎仲間になりましたね。では山に入ってきたので、ここで
キングを探していきます。エンカウントはありそうですね。敵との戦闘はありそうです。ちなみにウルトラマン7の装備は、現時点で買える最高のものにしてあります。後で、装備品に関してはご紹介はさせていただきたいと思います。でウルトラマン太郎に関してはリライブ構成、つまり体力の回復ですね、ヒットポイントの回復があるので、これ定期的に使ってですね、しっかりダメージコントロールしていきたいかなと思います。なんか怪しげな老人がいますね。はあはあ、わしももうしんどいのじゃ、息が切れてしもうたわい、若いのおんぶしてくれんかの。めちゃくちゃ怪しいな。でも お願い聞きましょう。くくく、そうそう、もう少しかがんでくれんかも。いや、これ明らかに怪しい、やめよう。こんな怪しげなやつを助ける必要はない。ただ結局あれ、選択肢のを選んでると先に進めないパターンもあるとは思うので、ちょっと回り道して特に何もなければ戻りましょう。なんかスイッチがありますね。これでさっきの、水が溜まってたところがきっと取れるようになったんだと思います。やっぱり取れるようになってますね。ここを通って先に進みます。老人がちょっと気になりますは気になりますけどね。敵のコア数が多いけど残念ながら全体攻撃持ってないので、ちょっと地道に消しながら進んでいきます。あ、老人がいる。さっきの老人です。どこから現れた。いや、尻尾が見えているぞ。やはりこれは成人が化けてたんだな。ベムさん、グエグエ、よくぞ見破ったウルトラセブン。ということでここで戦闘になりますね。ベムスターと戦闘でーす。まずちょっと一旦回復してからかな。倒していきましょう。はい、倒しました。あんまり経験値も持ってなかったし、危ない場面もあまりなかったですね。やられた。ここで何をしていた。さあ答えるんだ。グエー。こいつは僕らを待ち伏せていましたね。近くにキングがいたら真っ先にやっつけちゃってるはずですよ。この山にはキングはいなかった。ということですね。山にキングがいなかったので、またキング捜索隊のスケキヨのところにやってきたんですけど、電話が鳴ってます。勝手に出るあたり微妙ですけど、ダンさんですか。そうだが君は誰だ。なんてダンさんだって分かったのか。あ、スケキヨがいる。ちょうどスケキヨから電話だな。すごいタイミングですね、このスケキヨからダンへの、スケキヨの事務所への電話というのは。すぐにシャオヤン氏に来ていただけますか。詳しいことはこちらでお話しします。ということは次は、別の町へ行くということですね。シャオヤン氏に向かって行きたいと思います。シャオヤン氏に来ました。まずスケキヨを探していきましょう。スケキヨがどこにいるかという話ですからね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、さあさあお立ち会い。取り出したる一本の剣。東方神主は加賀山に住んでいた岩猿が鍛えたといういわくつきの名剣。まずはこの剣の切れ味を解くとご覧あれ。何かイベントが始まりましたね。で、この刀、切れ味鋭いもの1万でどうだということですね。
切り落としてしまった。ただ目はカチッと開いたままですね。人間ではないが、正体を現せ。まあ、そういう老人も人間ではないですよね。逃げたか。奴の目的はどうやらお前さんだったようだな。それはどういう。わしの次にお前さんを指名する。お前さんが本気であろうとなかろうと自分で首を飛ばす。あとは死んだ首だ。僕ははめようとしていたのか。わしに切られたために二度目が効かなくなったのだ。奴はまた新たな手を打ってくるだろう。一刻も早くキングを訪ねるのだ。キングはシュトルム山にいる。おう、あなたは一体、かつてキングの影だった男。じゃあ、今度は山に向かいましょう。いや、山に来たんだけど、これ、霧がすごいのか、ゲームがバグってるのか、ちょっと何とも言えないですけど、見づらいですね、だいぶね。攻撃が効かないと来てるので、ちょっと必殺技で仕留めていきましょう。では、ちょっとこの、新しいシュトルム山、シュトルム山高で、キングを探していきます。なんか変な、家みたいのがありますね。ここにキングがいればいいんだけど。誰かいるな。セイジ、セブン兄さん、久しぶりですね。太郎も元気そうじゃないか。エースか、お前どうして。あれ、エースの兄貴がどうしてここに。これウルトラマンエースですね。キングがテレパシーを送ってきたんです。セブンとタロがわしに会いに来るからお前が出迎えてくれ。それでキングは今どこに。わかりません。俺はただ兄さんに必殺技を教えるように言われたんです。必殺技。そうです、噂は聞いてますよ。ゼウスの活躍は。兄さんは俺たちウルトラ族の誇りだ。必殺技を教えるのはキングに言われたからじゃないです。俺は兄さんたちと一緒に戦いの。だからせめて俺の必殺技を悪党たちと戦うために授けてくれるということですね。ウルトラギロチ。ウルトラギロチを教えてもらうみたいですね。これで必殺技、ウルトラ、ギロチンが使えるようになったということですね。ただ、キングには会えなかったので、まあ、この後キングを探す旅が続くのかどうかというのは、この後の進行を見守っていきましょう。せっかくなんで、じゃあ、ウルトラギロチンを使ってみましょうか。350も使うのか。レッドキングビップがいるので、このレッドキングビップに、ウルトラギロチンを食らえ。強い。さすがの破壊力だな。では、一旦街に戻ります。気に入ってもらえたかな。セブン、タロウ、なぜ僕の正体を。こいつは偽物だよ、兄さん。何、ここでイベントが進むとは思わなかったな。あの後キングを探していろいろ右往左往してたんですけども、結局ですね、ラベル市に戻ってきて怪獣博物館の中を探索していたところですね。ここでスケキヨが再び現れたという状態です。この怪獣博物館の人形たちは本物だったんだな。この館内には一般ピーポーもいっぱいいましたからね。ゾフィー兄さんが。ウルトラマンゾフィー結構好きでしたけどね。あのエースキラーは人形じゃない。作戦ではここでお前たちを血祭りにあげるつもりだったんだが、思わぬ獲物がかかってな。作戦変更だ。ゾフィーの命が惜しくば、ゴルゴダ島へ来るのだ。ということで今度はじゃあこのゴルゴダ島に行く感じかな。では、ゴルゴダ島に行きましょう。ウルトラマンゾフィーを助けに行きます。
この怪獣博物館の中で敵とエンカウントするようになりましたね。さっきまでは敵出てこなかったんですが、じゃあこの怪獣博物館でもボスキャラがいるかもしれないな。まずはここから撤退します。ベムスターがいましたね。ベムスターと再戦するのがこの怪獣博物館のボスになりそうですね。では倒していきます。はい、倒しました。ではゾフィーを救出するために、ゴルゴダ島へと向かいましょう。そうだよね、ゴルゴダ島ってどこにあるか、カーク市から少し離れたところということなので、まずカーク市に行ってからゴルゴダ島に向かうという順番に、なりそうですね。では移動していきます。レッツゴルゴダ島。ではカーク市にやってきました。ここからゴルゴダ島へ行く手立てを探索していきます。なんか、大きな家の中に入ってきたんですが、エンカウントしそうなダンジョンの音が聞こえますね。誰かが寝ている。失礼します。僕はウルトラ警備隊の諸星団というものです。さつきです。この館を訪ねてくださいました。町の人の話を聞きになったんでしょう。なんか呪われているとか、変な噂ばかりでちょっと気が引けたんですが、あなたのような美人がいるなんてちっとも。ゴンゴン。なんか、エンカウントしそうなんで、これ、また、何か星人、バルタン星人とかが化けている可能性もありますよね。で、ゴルゴダ島へ通じる地下道の鍵をあなたが持っているというような話を聞いた。そうなんですよね。今、ゾフィーを助けるためにゴルゴダ島へ行きたいんですが、そのルートがない状況なので、そのゴルゴダ島へ続く地下道への道を、探しているというシチュエーションになっています。では、地下道へ通じる道の鍵を探索していきます。何？井戸の中を調べてたら、誰かに突き落とされてしまった。ガツーン。井戸の中を調べて、井戸の中から這い上がろうとしてたら、突き落とされてしまった。やっぱりサツキだったな、さっきのやつ。あ、しかも、綱が、登るための綱が、さて、ここから脱出だな。ここを調べたらなんか脱出できそうな変な隠し扉みたいなの開きましたね。行ってみましょう。ダンジョンになってるな、やっぱり。ダンジョンの音したもんね、あの館。サツキの館の中、ダンジョンの音したので、やっぱりダンジョンでした。ジャミラがいるので、ジャミラを抹殺して回ります。さて、サツキにはめられて、井戸から脱出できなくなったんですが、隠し扉みたいなところから、地上に出てきましたね。
さつきにね、一言二言言ってやりたいですよね。ではちょっとさつきを問いただしに行きましょう。よくも俺をはめてくれたなと。何、さつきがいなくなっている。そんな病気の体でどこへ。あの人は病気なんかじゃない。そうだよね。シーツに土。おお。このサツキをなんとか探すところからなんですかね。ただ一応ゴルゴダ島へ通ずる、地下道の鍵、これは手に入れたので、一旦ゴルゴダ島へ向かってみましょうか。さあ、ゴルゴダ島へやってきました。ここにスケキヨがいますね。お前が全てを操っていたとはな。正体を現せ、ヤプール。ヤプール精神だな。逃げろ、セブン、タロウ。ゾフィーが捕まってしまってるので、救出します。サツキさん、どうしてあなたのような人が。まあ、サツキもね、結局はめられましたからね、さっきね。戦闘になる。エースキラーとヤプールか。ウルトラマンタロウ。まあ、全力で行くしかないな。強い。しかも回復されるのか。これヤプール星人から倒した方がいいかな。ヤプール星人、いや、しまった。防御してない。いや、やられた。強い。これ、やられ戦闘かな。やられ戦闘ですね。やられてもそのままイベントが進むので。太郎がやられたので、今度はセブンだな。これセブンもやられゲーかな。それとも一応、ウルトラギロチン使ってみますか。しまった。これも、やられだな。動画になっても勝てないですね。そうですね、やられイベントですね。ん？サツキの身に何が？お、セブンにキングが語りかけている。これキングがそのままヤプール星人倒してくれれば一番いいですけどね。これでヤプール星人再戦かな。体が芯から燃え上がるようだ。これでヤプール星人を倒せる。その力を、そのヒントをキングから今受けてる状態ですね。ではこれでヤプール星人と再戦です。
強かったので回復しつつ、ウルトラセブンは先にギロチンを使って、ヤプル星人から倒しましょう。強いね、やっぱり。一撃一撃の攻撃力が高いので、しっかり回復しながら。ウルトラセブンパワーアップしてんな、完全に。ヒットポイントが1700だったのが2800まで膨れ上がってる。これだったら倒せる。しかもウルトラギロチンも4発撃てるな。その回復量ではこのウルトラセブンのウルトラギロチンの攻撃力では十分に上回ってますね。これヤプール星人はほぼほぼ回復してくるんで、そうだな、ウルトラギロチンでウルトラセブンは攻撃しつつ、タロウは隙を見てエースキラーに直接攻撃仕掛けてダメージ取っておきましょう。で、ヤプール星人はウルトラギロチンでとどめを刺す。あとはエースキラーに通常攻撃を当てていきます。はい、倒しました、まあ、強かったですけど、しっかり、防御と、ウルトラギロチンを駆使して倒すことができましたね。そうか、今わかったぞ。あの光はあの方と同じ光、わしはあの光に導かれて、ということでヤプール星人を撃破しました。僕は本物ダカールへ帰れねばならん。ついてきたければ好きにすればいいさ。やったー、ということで、これでダンパートが終わりですかね。そうですね。こうなると今度は、コウタロウのパートになります。では、今回ここまでにさせていただいて、次回ですね、コウタロウパートをプレイしていきたいと思います。